2番井上聡。140キロですとね、高めのボールというのはどうしてもバッター振り遅れてしまいますからね。はい、はい、このフォームをご覧いただきましょう。ピッチャー出身の前田さんに見ていただきますが、はい、どうなんですか。やはりあの軸足状態、この状態が一番大切なんですけどね。高めの球、あ、バット、そうコントロールにあの間違いがないですね。変化球3番の浜田、去年もベンチ入り。いっぱいに入りました。三振。そのままこうね、お辞儀をせずに来ますね。という形ですね。堀江を迎えています。ドリノ。佐藤。点差からいきますとバントっていうのもし できなくなってきますからね。一番に戻って村田です。集まってますよね。はい、はい、入りに入りました。少し球威がですね、前半より落ちてきているように感じますんでね、はい、先ほどから言ってましたようにストレート